皆さんこんにちは。本日は因果応報悪魔のタロット&ルノルマン。状況は人それぞれ。お前さんが大嫌いな相手について、そいつが今後どのような因果応報的生き地獄を食らうのか、こちらの今は昔にゃんこタロットと、こちらの前世紀ルノルマンのヘキサグラムスプリットにて占ってみたにゃん。お前さんへのアドバイスは、ロ・スカラベヨ社の復刻版サークルタロットと、ハワイアンスピリチュアルタロット、そして液線カードからそれぞれ1枚ずつ引いてみたにゃん。すべての動画の最後には実写版おまけ猫動画もあるので、最後まで見てくれると嬉しいにゃん。では今回もタイ人形から3択。 A. お猿のモンキーブー、 B. ヒョウみたいなオリバー、 C. アザラシのスリッパリー。直感で気になるものを選んだらタイムスタンプへ飛んでくれにゃん。では少し時間を置くので、また後でー。はい、ではこちら A のお猿のモンキーブー。 A を選んだ人の大嫌いなやつっていうのは、パワハラ、モラハラ、DV 野郎みたいなやつなんじゃないのかにゃん。こいつは支配的だけど、外面と中身が伴わない裏腹にゃろうなので、最終的には自分がしてきたことの見返りとして破滅的な展開を近未来あたりから迎えることになるってカードたちは言ってるにゃん。お前さんの気持ちは腹が座っている様子なので、こいつの落ちぶれ具合を最後まで一緒に見ていってほしいにゃん。タロットとルノルマンは相手主軸のヘキサグラムスプレッド。こちらの3枚はお前さんへのアドバイス。まず相手の欠点から言ってみると、カップの5の逆位置とルノルマンは花のカード。こいつは過去に何かやらかした失敗とか後悔のようなものに囚われ続けている。ルノルマンの花は表面的には華やかでも、内面はこいつトラウマだらけみたいな感じなんだにゃ。要はこいつは外見とは裏腹に心の中は暴風雨みたいなやつなんだにゃ。そして相手の過去なんだけれども、ワンドのクイーンの逆位置とルノルマンは船のカード。これは自己中で感情的、おそらく他人を利用してきた過去があるはずなんだにゃ。そして船は物事の移動とか変化を表すんだけれども、これはおそらく何かしらの変化があって、自分の利益を追求するために動いてきたようなことを表しているんだにゃ。そして現在は力の正位置と本のカード。こいつは自分の力を誇示しつつ、知識とか情報を武器にして他人とかお前さんをコントロールしようとしているんじゃないのかにゃ。見た目は強そうに見えるかもしれないんだけれども、このルノルマンの本が示すように秘密という意味があって、隠蔽体質だと思うんだにゃ。要は嘘つきにやろうっていうことなんだけれども、こいつ近未来にワンドのエースの聖地とルノルマンが棺のカードが出ているんで、生き地獄がこの辺りから始まる様子なんだにゃ。まあこれは新しく行動を起こそうとしたりとか、企てのようなことに手を染めるかもしれないんだけれども、ルノルマンの棺が出ているので、それはすぐに終わりを迎えそうなんだにゃ。そういった新しいことを始めようとする意思はありそうなものの、致命的な失敗をしたりとか損失を被りかねないって感じなんだにゃ。まさに因果応報的生き地獄が待ち受けているんだにゃ。そして相手の気持ち、何考えてるのかっていうと、こちらはワンドのナイトの聖地とルノルマンはキツネのカード。こいつは自分の目的のためにはどんな手段も厭わないずる賢い性格をしているんだにゃ。キツネはずる賢さとかを表すんだにゃ。一見情熱的で行動的にも見えるんだけれども、その裏には常に欺瞞とか策略みたいなものが渦巻いていて、人を利用するひどいやつっていう感じなんだにゃ。そしてお前さんはどうなのかっていうと、ペンタクルの4の逆位置とルノルマンは男性のカード。このルノルマンはそいつを表しているのか、お前さんの男性的な側面を表しているのかって感じなんだけれども、お前さんはこの状況に対してこれまでの執着を捨て解放されたいと思っていると思うんだにゃ。
この男性のカードが示すように、お前さんは理性的で自分をしっかり持っているはずなので、この状況から一歩離れて冷静に見つめることができる人っていうことを示しているんだにゃん。もしくはお前さんがそいつのことを考えているとも読めるんだにゃん。最終的にどうなるのかっていうと、そいつはワンドの5の逆位置とルノルマンはクマのカード。こいつは自ら引き起こした争いのようなものから逃れることはできずに、その結果として権力とか支配力を失うという結末が待っているんだにゃん。このルノルマンのクマは支配力みたいなものを表すんだけれども、ワンドの5が逆位置に出ているので、それが無力化することを意味するんだにゃん。なので家庭で見ているような人は離婚沙汰になったりとか、恋愛で見ているような人はお前さんに捨てられたりとか、仕事で見ているような人はそいつが何かしらの失敗をして立場とか職を失うっていう感じなんだにゃん。自分の過ちにより権力を失って孤立していくっていう様子はまさに因果応報的生き地獄ってことなんだにゃん。そしてお前さんへのアドバイス、まずタロットの方はペンタクルの2。これは心のバランスを保って冷静に対処してくれって言ってるんだにゃん。このペンタクルを上手に落とさないように、このピエロみたいな人が動いているっていう感じなんだけれども、まずは自分自身の生活などを安定させて、楽しむことに焦点を当てた方がいいにゃって言ってるにゃん。人生には変化がつきものなので、その変化に柔軟に対応することがお前さんにとって最良の結果を引き寄せるって言ってるにゃん。そしてこちらのハワイアンスピリチュアルタロットからは波のカード。海の波のことだにゃ、これは。寄せては返す波は定まらないもののシンボルということで、安定しない状況とか気持ちを表したりとか、何度も来るチャンスを表したりするんだにゃ。要は我を通しすぎず流れに身を任すことも大切だよって言ってるんだにゃ。運命に身を任すことで良い方向に導いてもらえるかもよって、このペンタクルの2みたいなことを言ってるんだにゃ。そしてこちら液仙の方からは天雷無謀。こちら雷の上に天があるという系なんだけれども、これは先入観を持たない、狭くなる、無心が一番、まあ要は自然体でいてくれっていうことを言っているカードなんだけれども、何が言いたいのかっていうと、この天雷無謀の謀っていう漢字なんだけれども、妄想の謀っていう言葉があるように、まやかしとか偽りとか乱れっていう意味があるんだにゃ。そしてこれに妄想の謀がついているので、嘘、偽りがないとか乱れがないという意味になって、自然な流れとかあるがままの状態に任せるという意味になるんだにゃ。自然体でいけば基地となる気で、思い通りにいかないからといって柵を練るとか小細工をすることはせずに、自然の流れに任せた方がうまくいくって言ってるにゃ。全部この3枚同じようなことを言ってると思うにゃ。ほい、ということで、お前さんの大嫌いなやつは、過去の自己中な行動が積み重なり、現在の地位とか立場とか状況などを維持するために必死こいているものの、近未来には大きな失敗を経験する。その後は権力も失い孤立するという運命が待ち構えていそうなんだにゃん。こいつが築き上げた偽りの世界は崩れ去り、最後には自らの犯した過ちに苦しむ生き地獄人生になるっていうことなんだにゃん。はい、ではこちら B のヒョウみたいなオリバ。 B を選んだ人の大嫌いなにゃろっていうのは、軽率で無責任な、まるで子供みたいなやつなんじゃないのかにゃ。なのにワンマン気質だけはあって、執着心もすごそうなんだにゃん。だけど安心してくれ、因果応報的一気地獄は自業自得な結果として訪れるので、最後まで一緒に見ていてほしいにゃん。こちらタロットとルノルマンは相手主軸のヘキサグラムスプレッド。こちらの3枚はお前さんへのアドバイス。相手の欠点なんだけれども、女強行の逆位置とルノルマンは山のカード。女強行の逆は
深い理解力とか内面の成長の欠如みたいなことを表していて、山は大きな障害とか困難を示しているんだにゃ。なのでこいつは直感や知恵が乏しいやつで、精神面での成長が見られない、要は子供っていうことなんだにゃ。自分の欠点に気がつかないので、結果大きな壁にぶつかり続ける痛いやつっていうことがわかるんだにゃ。そしてそいつの過去なんだけれども、カップのページの正位置とこちらは十字架のカード。カップのページは感情的に未熟なことを示すカードなんだにゃ。責任感もないし子供っぽいやつを表すんだにゃ。そしてこの十字架は大きな負担や苦しみを表していて、よってこいつは自分の責任を放棄して、結果周囲に多大な負担や問題を引き起こしていたんじゃないのかにゃ。現在は恋人の逆位置とクマのカードが出ているんだにゃ。恋人の逆位置は信頼関係の崩壊とか選択ミスみたいなことを表していて、クマは権力とか支配力を表しているんだにゃ。人間関係、おそらくお前さんとの間に重大な問題を抱えている、どころか関係は破綻寸前、もしくは破綻しているんじゃないのかにゃ。よってこいつは権力を振りかざし、関係性が悪くなったはずなんだにゃ。近未来はペンタクルの4の正位置とルノルマンはカマのカード。ペンタクルの4は固執するとか保守的な態度を示す銭ゲバのカードといっても過言ではないんだけれども、カマは断絶とか急な変化、バッサリやられちゃうとか、そういったことを示すんだにゃ。これは物質的なもの、まあ金とか財産とか地位とか、もしくはお前さんに執着し続けるあまり突然の終わり、関係の変化などをさらに迎えることになると思うんだにゃ。そしてこいつの気持ちの部分なんだけれども、ペンタクルのページの逆位置とルノルマンは本のカード。ペンタクルのページは怠惰な態度とか無関心を示していて、本は知識とかを示すんだけれども、こいつ学ぶことは興味なし、要は脳なしカードって呼ばれるんだけれども、スキルの向上はもちろん学ぼうとすることに無頓着なやつなんだにゃん。なので自分の欠点すらわからない、これがそもそもの原因で将来的に深刻な問題を引き起こすっていう感じなんだにゃん。お前さんはどうなのかっていうと、皇帝の正位置とルノルマンは鳥のカード。皇帝は権威とか統制を表したりとか、鳥はコミュニケーションとか観察力みたいなものを示すんだにゃん。なのでお前さんは冷静にこの状況を見守りつつ、自分の立場をしっかり守っていると思うんだにゃん。こいつとは正反対っていう感じなんだにゃ。大人なんだにゃ。なのでやつの動向を把握しながら対処する準備があるんじゃないのかにゃ。最終的にはカップの2の逆位置と鍵のカードが出てるんだにゃ。最終的にもしつこいぐらいに押してきてるんだにゃ。そして鍵のカードは重要な解決策とかチャンスを表すカードで、こいつは、さらに信頼をなくすので、人間関係は特に終わりを迎えるんだにゃ。そしてこいつは自身の行動や態度がチャンスや解決策までも逃して孤立していくことになるっていう生き地獄を迎えるんだにゃ。お前さんへのアドバイスはまずペンタクルの10。このカードは物質的な成功や家族の繁栄を象徴するカードで、別名ボロ儲けカードってオイラは呼んでるんだけれども、長期的な視野を持って安定した基盤を作るべしって感じだにゃ。要は自分自身の幸せを第一に考えて、人とのつながりを大切に繁栄を築いていくことがお前さんにとって最も重要課題だよって言ってるんだにゃ。そしてハワイアンスピリチュアルタロットからはイプのカード。このイプっていうのはフラダンスの時に使うひょうたんみたいな形のポンポン叩く楽器なんだけれども、このイプのリズムがみんなの動きをまとめるっていう意味から、共鳴とか共感力とか協調性みたいなことを表していて、裏を返すと勝手なことができないとか合わせすぎないでっていうことを言ってるんだにゃ。要はこのペンタクルの10と似たようなことを言っていて、人とのつながりを程よく大切にしてくれって言ってると思うにゃ。そしてこちら駅線の方からは、はい、参加費のカード。これは火の上に山があるっていうことを示すカードで、
時の流れは早い、見栄を捨て少しでも内面の充実をって書いてあるんだけれども、要は何が言いたいのかっていうと、参加費の費っていう漢字は飾るとか装飾するという意味があって、美しく飾ることや綺麗に磨くことで幸運が訪れることを意味しているんだにゃ。美しいものに触れたりとか鑑賞することもいいよって言ってるんだけれども、綺麗にすることは大事なんだけれども、心を飾ることも重要視してくれって言ってるにゃ。お前さんに運気がないと感じられる時であっても、頑張って意識して気持ちを明るく持って日々の生活を送ることっていうことなんだにゃ。心を閉ざしてマイナス思考で日々を送り続けると運気は逃げていくので、気をつけてくれにゃっていうことだにゃ。要は簡単に言うと、心の充実を図ってくれよって言ってるんだにゃ。ほい、ということで、こいつは子供っぽい言動や責任のなさが原因で、大切な人や人間関係、財産までも失い、最終的には孤立してチャンスすらも逃す、そんな感じなんだにゃ。今まで気づいてきたものは自業自得な行動によって崩壊して、結果として後悔と孤独を味わうという生き地獄が待っているんだにゃ。ほい、ではこちら C のアザラシのスリッパリ。 C を選んだ人の大嫌いなにゃろうっていうのは、感情的で無責任な、まるで手のつけようのない子供みたいなやつなんじゃないのかにゃ。しかも強引にことを推し進めようとする、自分がこの世を回しているかのようにでも思っているんじゃないのかにゃ。学びもなさそうな、人間失格と言っても過言ではなさそうな人なんだにゃ。でもお前さんは無駄にこれ以上動く必要はにゃいってカードたちは言っているんだにゃ。こいつは自分で自分の首を絞める未来が待っているので、最後まで一緒に見ていってほしいにゃ。タロットとルノルマンは相手主軸のヘキサグラムスプレッド、こちらの3枚はお前さんへのアドバイス。相手の欠点なんだけれども、カップのページの逆位置とルノルマンはコウノトリ。こいつはクソガキのように感情的で無責任なやつって感じなんだにゃ。カップのページは未熟者で自己中なやつっていうことを示していて、コウノトリは無駄にあれこれ動き回るようなやつで、何も成し遂げられないっていうようなことを意味するんだにゃ。要するにこいつは学びがなく、同じような過ちを繰り返す愚かなにゃろうっていうことなんだにゃ。そしてそいつの過去、現在、近未来。過去は力のカードとルノルマンは鎌のカード。こいつは自分がこの世の王様であるかのように振る舞ってきたのではないかにゃ。タロットの力のカードは他人を押さえつけて自分の欲望を満たすために権力を振るってきたことがわかるんだけれども、ルノルマンの鎌はそんな強引なやり方を切り裂く結果を生んだことを表しているんだにゃ。こいつが撒いた種はすでに腐り始めて刈り取る時が来たのであるっていう感じなんだにゃ。現在カップの7の正位置とルノルマンはクローバー。現実逃避気味でアホな夢ばっかり見ているんじゃないのかにゃ。このカップの7はまやかしとか幻想に惑わされるものの姿を表し、このクローバーはこいつが一時的な幸運にすがりついているだけということなんだにゃ。今はちょっとしたラッキーな状況にあるのかもしれないんだけれども、これは一時的なものに過ぎないということだにゃ。目を覚まさないと現実が牙を剥く、そんな現在なんだにゃ。近未来は節制の聖地と船のカード。これは一見良さそうに見えるんだけれども、合わせて読むと何らかのこいつはバランスを取ろうと必死をこきそうなんだけれども、そんな努力は無駄に終わるっていう近未来が待っていそうなんだにゃ。この節制は調整っていう意味があるんだけれども、どうあがいても無駄なことを、この船のカードがこいつの努力が遠くに流されることを意味しているんだにゃ。覚悟しておけ、地獄行きの片道切符はもう手にしているのじゃわい。そしてそいつの考えていること、ペンタクルの4の逆位置とルノルマンは手紙のカード。こいつは地位とか財産とか、もしくはお前さんが亡くなることを恐れている、すごく欲深いっていうカードなんだにゃ。このペンタクルの4の逆位置はすでに崩壊が始まっていて、ルノルマンの手紙はその知らせがこいつに届いているかもしれないっていうことを表しているんだにゃ。今まで気づいてきたものが崩れ去る、こいつは不安でいっぱいいっぱいなんだにゃ。
一方お前さんはペンタクルのページの聖地とルノルマンはハートのカード。冷静に奴が転落する様を見届けようとしているんじゃないのかにゃ。要するにお前さんはこいつが破滅する未来を望んでいて、実はそうなることをうすうす分かっているんじゃないのかにゃって感じたにゃ。ペンタクルのページは慎重なお前さんを表していて、ルノルマンのハートは感情を示している、そんな感じがするんだにゃ。最終的にこいつどうなるのかっていうと、ワンドの10の聖地とルノルマンは鍵のカード。ワンドの10はキャパオーバー、鍵はそれが避けられない定めであることを告げているんだにゃ。なのでこいつは自分で背負いきれないほどの重荷と、それに押しつぶされる運命が待ち受けていそうなんだにゃ。もはやこいつは自分の行いの報いを受ける時が来る。逃げることもできず、重荷を背負って生き地獄を味わうしかない、そんな因果応報が待っているんだにゃ。そしてお前さんへのアドバイス、まずタロットの方からはカップの4。今は冷静に待つことをおすすめしているんだにゃ。カップの4は不満とか退屈さみたいなものを表すんだけれども、同時に焦る必要はないよって言っているんだにゃ。やつが墓穴を掘り続ける様子を見守って、最終的にはその穴に自ら飛び込むのを見届けるだけでいいって言ってるにゃ。そしてハワイアンスピリチュアルタロットからはホヌ、ウミガメのカード。これオイラの大好きなカードなんだにゃ。ウミガメっていうのはハワイの海の守り神のカードなんだけれども、サーファーにとってウミガメがいる領域は安全と言われているらしいんだにゃ。なのでお前さんはアクセクしなくても大丈夫って言ってるにゃ。余計な心配はしなくても、天才もお前さんを味方してくれるという心強いカードなんだにゃ。もし心配なら信頼できるような人に相談したりとか、心身をほぐすために癒しの時間を取るといいって言ってるにゃ。見えない存在、ご先祖様などが見守ってくれるという意味でも取れる、すごいカードなんだにゃ。そしてこちら駅線の方からは地風章。これは風の上に地があるという毛なんだけれども、この地風章の章っていうのは登るとか成長するという意味があって、前進とか上昇とか向上などを表しているんだけれども、もう少し時間はかかるかもしれないよって言ってるんだにゃ。時間をかけて真面目に努力を続けることで念願が叶うよって言ってるんだにゃ。もしお前さんが障害とか問題に遭遇したなら、経験豊かな年長者とか友人などの協力を仰いでくれって言ってるにゃ。その忠告や意見に対して素直に聞くことで問題は克服できるよって言ってるんだにゃ。ほい。ということで、こいつは過去の強引で自己中な行動が原因で自ら破滅の道を招くことになるんだにゃ。家庭では家族に見放され、恋愛では関係が崩壊し、仕事では信頼を失い、最終的には重荷に押しつぶされる運命が待っている。これらはすべてこいつが過去に蒔いた種がもたらす因果応報の結果っていうことなんだにゃー。ほい、以上が本日の因果応報適当占いだったにゃ。嫌なことは右から左、嬉しいことはまんま受け取って参考にしてくれにゃ。信じるか信じないかはあにゃた次第。今後もこういった系統の占い動画をちょくちょく配信予定なので、よかったらチャンネル登録もよろしく頼むにゃん。この後実写版おまけ猫動画もあるので見てくれにゃー。